韓国がスイスと100億ドル規模の通貨スワップ契約を結んだ。韓国銀行は、移住よる韓銀総裁が20日、スイス中立非所在のスイス中央銀行で、トーマス・ジョーダンスイス中央銀行総裁と韓国スイス通貨スワップ契約書にサインしたと明かした。通貨スワップ協定とは自国の通貨危機器の際、 自国通貨の預け入れや再建の担保等と引き換えに一定のレートで協定相手国の通貨を融通し合うことを定める協定。両国間の金融協力強化を目的にした今回の契約の金額は100億スイスフラン。米ドル換算で約106億ドルになる。